どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあやっていきましょう。今回は久しぶりにですね、なんだっけこのゲーム、ちょっとごめんなさい名前忘れてしまって、ね、WWE スマックダウン VS ローかな RW2010 というゲームを続きでやっていきたいと思います。ロードトゥレッスンマニアモード、まあ要はだからその何でしょうね、その道をレスラーとしての道を切り開いていく、そんなゲームでございます。今回使うキャラクターはエッジですね。それでは行きましょう。よろしくお願いします。相変わらずかっこいいんですよね、この何でしょう、絵が本当にいい。なんか相当だから人気なんでしょうね。これアメリカらしいんですよ。アメリカでいいんだよね多分。すごいなんかちょっともう人気な、ちょっとテレビ番組というか団体らしいので、これはちょっと非常に、まあそれはそうだね、 WWE ワールドレスリングエンターテインメント、ワールドって言っちゃってる時点でもうそれはまあ大きいですよね、規模は。うん、日本とはちょっと比較にならない、それぐらいの大きさの、でも客の入りが違うもんね、見た感じね。すごいわ、もうだってうわわわわ、相変わらずこのいやでもかっこいいわ、やっぱりこういう強さに男憧れますからね。あ、やっぱみんな好きなんだね、こうやって見てると。おお、客の入りすごいな。あららら、満員御礼といったところでしょうか。うわわわわ、あーなるほどね、女性も結構楽しめるみたいな感じなんでしょうかね。これ結構女性のレスラー、まあディーバ、歌姫ってっていう意味でディーバ、ほらこの方ですね、今で映ってる、こういう女性も出てるそうなんでね。いやでも女の子同士の格闘なんて怖いよ、もう下手すりゃ男よりなんでしょう、ちょっとこう野生的というか、そういう戦う時はなんか恐ろしいですもんね。時々女の子怖いなっていう時あるんですよ。まあ多分皆さんもね、きっとこの動画見てる皆さんももしかしたらそういう経験がある、そんな人がいるかもしれませんがね、えそんなことで。うわー、やっぱかっこいいな。うん、こういうなんでしょう、ベルトをかけて戦うといいますか、そんな光景は非常にちょっと、要はだから最強の証ですからね、ベルトっていうのは。わお、相変わらずびっくりですな、こういう。いやもうでも前回確かクリエイテッドスーパースター、自分で作ったキャラクターマスクド空手で一回クリアしてから改めてオープング見る、こう見るとなんか改めていいものがありますね。レッスンマニアということでね。うわすごいな、しかしうわお、ここが白目向くのは怖いわ、さすがに。いきましょう。79 days、この1週間ごとかな、確か1週間で、チャンピオンが始まる、行きましょう。さあ、今回使っていくのはエッジという選手ですね。いや、しかし盛り上がり方がすごいね。お、なんか、皆さんこんばんは。フロリダ州タンパからの、タマンからスマックダウン。実況は私、ジム・ロスト、パートナーのタズです。なるほど。さて、今夜はいきなり団体の土台を揺るがしかねない大ニュースから。あ、そう、なになに、特大ニュースだぜ、JR。マクモン氏がスマックダウンを大改革だ。GM を新しく入れ替えらしい。改革のキャッチフレーズには勝者しか、新しいボス。新しいボス、あ、そう。皆さん、デコボコ道にくれぐれにご注意よ。なんかいいね、そういうちょっとフレーズ。はい、行きましょう。ここが、いつも、スタートする場所ですね。なんと言いますか、ちょっとまあ、控え室みたいな感じで。それで行きましょう。エグゼットルーム。行ってきます。エッジを使ってやっていきたい。で、それで間違いないよね。行きましょう。エッジバーサス、トリプル H、シングルマッチ。あ、普通にバトルっぽいですね。いやー、これでもエッジってどんな選手なんでしょう、見ていきましょう。さあ、登場シーン見ていきましょう。おー。きた、うわ、いかつ、腕太、肩幅でか、胸板熱っ、まあそれ以上言ったらもうとりあえずいかついなーみたいな感じ、すごいわ。おお、うおー、すげえかっこいい。
approaching the ring from Toronto, Ontario, Canada, weighing 240 pounds, the rated R superstar Edge。 わあすごいね。もうなんかこういうなんでしょう、ちょっと後ろで聞こえるこうアナウンスといいますか、あのまあ日本の野球でいうウグイス嬢みたいな感じで、そういうあのアナウンスってやっぱ上がりますよね、気持ちが。僕も一応あの野球やってた頃にあの名前をコールされた時は非常に嬉しかった、そんな覚えがあります。あの地方球場といいますか、あの市民球場みたいな場所があって、そこで試合したんですがね。まあそんなことを置いといてやっていきましょう。相手が、トリプル H ですね。行きましょう。H なのか H なのかわかんないけど、どうなんでしょうかね。トリプル H って言うとなんかやらしい意味になっちゃうから、と H かな、多分。うわ、また強そうな敵来たぞ、おい。ペットボトル。うわー、いや、そんなことじゃなくて。こいつも別にいかついな。なんで、ちょ、怖っ。怖っ。トリプル H。うわ。いや、俺もこれやばいよ、もう俺こんな人、前から歩いてきたら俺、お、霧吹きじゃないけどな、なんかちょっと。うわぁ、すごい。トリプル H ですね、読み方は。うわ、もう歩き方がもう王者だよ、もうこれ。王者なのかわかんないけど。すげえ、こう、うわ、俺もう本当にこういう人街でやったら俺もう頭下げちゃうよ、とりあえず。もうなんか知らないけど、すいませんっつって頭下げちゃいますよ。うわすげえ。うもうまあこの一辺ね、ちょっと周りを見て、あの客をちょっと一辺ちょっと一別するというか見るみたいな、そういう風格があるな、なんかもう最強という。おお、霧吹き。うわすごい。勝てんのかな俺。いやでエッジって選手もきっと強いから大丈夫だよ。でもこれなんだこの筋肉、もうすごいですよね。もうだって後ろにいた今、遠近法ってなんだっけって思っちゃったもん今。そこの何でしょう、ちょっと審判ではないけど、そのアナウンサーが今一人いて、そこの大きさがもう違ったもんね、体の。うーわ、怖っ。まあ、入場シーン結構あの時間使って見てみました。さあ、早速試合ですね。行きましょう！ファイト！さあ、来いや。左がエッジですね。あの、ちょっと、ズボンというか、あの、履いてる方というか、どっちも履いてんだけど、うぃー、あの、長い方の、長ズボンを履いてるタイプですね。うん。うわ、強いぞ、これ多分、相当。さあ、掴んで、行く。はい。で、それで、お前やってやるぜ。来いや、くらい。お、これはどうするまさか、危ない。いった、背中痛いだろ、今の絶対。よくも、まあ、やりますよね、ああいう。やられる側もきついですよ、こんなの。よっしゃ、じゃあ今度別の技行くぜ。同じか、これ。なに、ちょっと待って、死ぬ。やめろ、やっと、かーいって。もう、見てて痛いもの。うりゃ、お、アクロバティック。強い。さあちょっと、ここは、ピンホール決めましょう。行くぞ。ワン、あ、さすがに無理だな。ちょっと眠ってなさい、もうちょっと君は。スイ、外へ追いやる。うーじゃん。外に出して、あ、ちょっと待って。このロープの使い方がまだ僕はいまいちよくわかってない。そういったとこでしょうか。登る。行くぜ、ダーやってしまった。もう毎回恒例ですよね、僕の動画では。必ずぶつけてしまうという。行って、もう男性諸君見てて痛いですもんね。さあ行きましょう。うい、うれや、くらい。このなんか、これでこうだな。うしゃー、強い。やっぱかっこいいな、プロレス技って。名前があるんでしょうけど、わかんなくて申し訳ないといったところで、ドーン！まだ起き上がれるな。うい。来いや、やってやるぞ。うしゃー、この野郎。そい、クラエッ、ファイヤー！痛いよ、これ。佐藤だ、どうだ。もう起き上がれねえだろ。うい、カウント！ワン！うわー、違うか。まあ、抗議はしない。さすがに2だったな。危うかったらもう言うよ、さすがに俺だって。うい、うわ、もう、身長これ2メーターぐらいあんじゃねえかな。
どうなんでしょうかね、ちょっと、この大男二人が、フィニッシャー来ました。さあ、どんなフィニッシャーを決めるのか楽しみですね。行きましょう。おっと、いける、お、そして、なんだ、なんだ、危ない、危ない、頭、ガー膝に頭を直撃かよ。さあ、どうだ、ピンホール、どうだ、あー、くそ、足がちょっとロープに当たってましたね。おー、なんで今の俺、ちょっと登って、くらえーと、おーい、思いっきりこれは何でしょうね、キック、かまして、ジャンピング、まあ、いや、なんでもいいや、名前、トゥー、あー、まだダメか、この野郎、観客から今、ブーイングが聞こえたぞ。セイ！あ、やべえ、普通にミスった。ボールはかかってこいや。うーしゃー、この野郎。いて、いて、今、腕とかあれなんか関節どうなっちゃってんだって話ですよね。うー、あ、これよく見る。この技よく見る。プロレスで。このなんか胸あたりをドカーンとやるやつですね。名前、なんて言うんだろう、これ。エルボーではないよね。エルボー肘だから。うわ、だっ、いて、やられた。やり返された。もう今、ダメージは結構、うん、この野郎。よいしょ、おいって。ちょっと待って、危ない、おーい、よいしょ。さあ、これもいいダメージ入ってるだろう。さあ、どうだ、カウント頼むよ。いくぜ、ワン、ツー。うわー、まあ、もう抗議、抗議、もう抗議。そろそろスリーカウントもらったっていいだろう。あ、言い返された。すいません。この野郎は散々俺のことを、お前、ちょっともう、そろそろ決めるぞ、どりゃー。この位置はロープレックス。あ、いけない。大丈夫です。いけるいける。さあ、どうだ、いくぜ。はい、ワン、ツー、スリー、来たー、勝利、 H wins by way of pinhole。 やったね、いやー、なんとも印象的な勝利です。じゃあマクマモン氏へのエッケンですかね、エッケンを許されたわけです。読み方間違えてたらごめんなさい。やつがどんなオベッカを使っても会長のお眼鏡にはかなわないだろうな。もっとも2人の会談には興味津々だ。なるほど。これ勝ち上がったやつこそが新しい GM ボスになるわけだ。へぇ。だこのエッジっていう選手はそのボスになるために、戦っていく。そんな感じでしょうかね。この、かっこいいな、なんかこう、頭は大丈夫ですかっていう感じのアピール。もう、強いやつしか、強いやつにこそ許された。そんなちょっと、アピールですよね。お、マコモシ鍛えてるじゃん。この野郎、前回は散々ボコボコにしてやったけども。ういっす。ミス。少しお話いただけますか？お。意外とでも紳士的。お前がと思ってたぞ、エッチ。何？早速本題に入るか。カバンマン、行ってみろ。何何？私がやりました。拍手をします。確かにお願いに来ました。お前の頼みやばかってる。スマックダウンの新しい GM になりたいんだろ？何？素直にそう言ってみる。いや、違うんだ、会長。確かに GM の件では話に来た。ただ、俺じゃなく推薦したい人がいるってわけなんだ。あ、自分じゃないの？誰？お、あ、おん、あ、ディーバ。こんにちは、ビンス。今日はとても素敵ですね。え、誰？そういうわけなんだ、ビンス。彼女の資料を確認してもらえるかな？え、誰だ？彼女じゃなくて、彼女の資料ね。なるほど。彼女が新しい GM にふさわしいかどうか、きっとわかるはずさ。彼女か何か？花？誰だろう？でも女性がなんかその GM になるっていうのはまたまた面白いですよね。へぇー。あ、結構余裕。余裕な。あ、私服のちょっとなんかエッジっていうのもなかなか。さあ、次回予告という感じで見ていきましょう。ニューロー、わかんない、読み方。英語難しい。皆さんご視聴ありがとうございます。本日はニューオーリンズね。なるほどね。おい。興奮間違いなしのスマークダウンをお送りいたします。なるほど、なるほど。今夜はいろいろ新 GM の初登場。あ、もう GM 決まるんだ。マクマホン氏も一週間秘密にしてた。一体誰なんだ？私はマクマホン氏が何かやるたびにいちいち勘ぐるのはとっくに飽きています。誰なんだろう？さっきの女性でいいんじゃないの？わかんないけど。どうなんでしょう？お、来た。さあ、拍手で迎えてくれ。スマックダウンの新 GM、マリアだ。ああ、ゼネラルマネージャーってね。ああ、指名してもらって天にも昇る思いだわ。ああ、どうも。上手に運営することをみんな約束するわね。
ああ、女性だからあんま変なこと言えねえな。まずは周囲にあたって、ブランドを刷新する。ブランド、なになになに、所属スターを白紙から見直す。マジで、今夜から新たに人選することをお伝えするわ。ってことは、クビになる人もいるし、新しく入る人もいるって、今まで見過ごされてきた人たちには、うってつけでしょ。注目や尊敬を得る大きなチャンスよ。でも団体の決まりに漏れず簡単なことは一つ、何一つないわ。やり通すか黙るか、二つに一つよ。以上よ、ありがとう。うわー、ちょっとなんかちょっと風格があるね。もうすでにゼネラルマジェ、新 GM が決まった、マリアですね。さあ、というわけで、次回へ行きたいと思います。電話がかかってきたので出ましょう。それじゃあまたね。